はい、じどっちゃあ、かな。ナスさん、よろしくお願いします。あ、はい、皆今さでん、おす待たね。せしました。始まりました。よろしくお願いしよろしまくお願いす。しわあ、よろしくまお願す。いします。よろしくお願いしお願まいします。す。では進めていきたいと思います。ちょっとはい。今日進行の方をさせていただきます。 DJ のナズクリスと申します。よろしくお願よろいしくおし願います。します。皆そうですさん、かよね。ろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、ミュージックドントロックダウンという伊藤聖光が発起した音楽を封鎖しない、アーティストやクラブやベニューを自粛期間の間にも支援して助ける、そういうオンラインフェスを緊急事態宣言が始まる、開始される1週間前からシャープ、ハッシュタグ MDL というチームで立ち上げました。はい。そして毎週末開催中の中で、アーティストや音楽の支援を行っているという、そんなオンラインフェスの、今週ちょっと緊急企画としまして、西部東京カルチャー議員 VS DJ アーティスト、文化芸術は不要不急かと、現場のアーティストと議員が東京のナイトシーンや文化活動の未来について生ディスカッショントークということで、実はですね、4名の議員の方にこのお忙しい中お集まりいただきましてですね、まずはちょっと4名の方からじ、あのご紹介の方させていただきたいと思います。まずはですね、川松伸一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。川本さん、そっち議会じゃない側のファッションだよね、これ。いやいや、だからね、間そ違いこない。の、そういう政治家とはこういうもんだみたいなイメージからして日本もおかしいんですよ。なるほど、なるほど。ね、場面場面で変えていかないと、僕もいつもこんな格好してるわけじゃないので。そうですね、議会でそれはね、ないもんね。まあ、そうですね、さすいや、でも、すごいありがたいですよ。はい、よろしくお願いですしまね、す。よろしくお願いします。川松さん、ね、なんですが、自由民主党東京都連青年部長でいらっしゃいまして、東京都議会のオリンピック・パラリンピックおよびラグビーワールドカップの推進対策特別委員会の委員でもいらっしゃいます。はい。そしてですね、なんとマニフェストがですね、政治のテーマはパリピが地球を救うと。でかく出た、これ。はい、この時期でもDJ アーティストの方々から、ようよ、さまざまな話を伺っているということで、まあ、クラブとかそういうナイトシーンを先入観でやっぱり大人が見ているのはちょっと良くないんじゃないかと、ちょっと一部の若者によるそういう、まあ、態度とか、ちょっとお酒飲みすぎちゃったみたいなことはあるとしても、やっぱり大型フェスやドームツアーやアリーナツアーが消えていく方が治安が悪くなるのではないかと、そういったお考えをお持ちでですね、このディスカッションにバッチリな議員さんだと思いまして、はい、ご推薦いただいてご出演になりまはしい、た。ありがとうごはざいまい、す。よろよろししくおくお願い願いします。しまありがとうございす。ます。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてお次なんですが、入江信子議員になります。入江はい、さん、こんよろしばくおん願いしは。ます。こんばんは。よろしくお願いしよろしまくお願いす。します。よろしくお願いします。港区選出の都民ファーストの会所属でいらっしゃいまして、役職としましては都民ファーストの会の総務会長、そして、東京都議団の総務会長代理を務めていらっしゃいます。わざわざありがとうございとまんです。もないです。はい。はい、東京都の感染拡大防止の協力金について先日話題になったと思うんですけども、休業しているそのライブハウスで無観客ライブをしたら給付の対象外になってしまうという、そういうことがちょっと起きて、その東京都の各局と掛け合って、これを、まあ、撤廃するのに尽力させて、していただいた議員さんの。ありがとうございます。あ、いえいえ、なんかちょっとした掛け違いで、そもそもオンライン配信もありで私ども進めたんですけども、ちょっとご対応した、まあ、窓口からちょっと派生していろいろ複雑になってたんで、東京都としては総務局とか、まあ、産業労働局とか、いろんな、あと生活文化局とか、いろんなところがあるんで、そもそもはもちろん無観客でオンライン配信をしていただいても当然休業要請していただいてるんであるんだから、協力金の対象になるっていうことは大前提だったんですけども、少し皆さんにご心配かけまして、申し訳ございませんでした。なるというほど。かちょっと、はい、あれは、つまり誤解が広がっちゃったってことなんですね。まあ、誤解というか、最初の初期対応の東京都の窓口は確かにそれは対象じゃないって言ったっていう事実は聞いております。ただ、なるほど。そもそもこの後に LO っていうのは、私ども都民ファーストの会がもちろん進めてきたところで、その最初の立て付けとしては、全無観客の
状態で、もちろんライブ発信とかしていただかなきゃったら意味がないっていうことは立てつけてあったんで、ちょっとその辺がやはり都としても初めて他の自治体に先駆けてやったことなので、少しごちゃごちゃしまして、心配をおかけいたしました。すごく、はい、いい形にしていただきました。まあ、変わった時ほっとした僕は本当に。まあ、でも、そもそもね、休業が長くってらっしゃるんで、本当に申し訳ないなという思いでいっぱいなんですけれども、一日も早く新しい形でのライブと、そしてリアルとこうハイブリッドな感じで発信をしていただけたらって心から思います。とにかくね、ミュージックは人の心を、奮い立たせますし、アップしてくれる素晴らしいものなので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。入江信子議員をご推薦いただきました理由として、前職でフジテレビの社員さんでいらっしゃいましてですね、バラエティ番組の制作とか、制作 の、 部長職でいらっしゃった時期もありまして、いろいろそのアーティストや演者 の、 その気持ちというか、活動を大事にされている議員さんということで本日ご参加いただきました。よろしくお願いします。はい、フジテレビやフジロックもウルトラもいろいろやらせていただいてまして、とにかくアーティストと演者の皆さんがこう目いっぱい発信していただける場を作るのが私どもの役目だと思っております。はい、ありがとうございます。心強いです。よろしくお願いします。はい、そして続きましてですね、奥沢貴博さん、町田市選出の、区議会議員になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2017年ですね、東京都議会議員選挙初当選をされまして、都民ファーストの会東京都議団に所属されましたが、現在2019年1月以降は無所属東京未来の方に所属していらっしゃるということでですね、実はこのカンファレンスの首謀者の、はい、第一人者というちょっと私の方がですね、SNS で最近の補償問題とかその文化的な活動に対してもう少し行政とアーティストの距離感が縮まって、そう、ね、普段から官民のそういうコミュニケーションが取れた方がいいのではないかというところでこう、うん、果敢に熱い素敵なコメントをいただいて、ちょっと一緒にやりましょうよということで、実は奥沢さん発起していただいたというお届けをします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は今まで最初ナズさんと話してた時はクローズドな中こう、はい、少人数でですね、意見交換しましょうかなんて話が最初はスタートだったんですけど、うん、ナズさんの方からせっかくだからみんなで聞いてもらいましょうよっていう話になって、はい、じゃあぜひって言ってお話をしたらですね、今日来てくださってる川松さんも入江さんもこの後紹介あると思いますけど、南雲さんもですね、ぜひっていうことで言っていただいて、なんか新しいこうムーメントというかですね、当たり前の政治の当たり前がこうやって変わっていくといいなって思ってます。今日楽しみにしてます。よろしくお願いします。僕はさっきもこれに宣伝に当たってとかツイートしたんですけど、こういうことがもう透明、こんなに透明性のある形で話し合われるってこと自体にものすごい意味がなってるんで、これはもう素晴らしい会になると思います。よろしくお願いします。奥沢さん の、 ご尽力のおかげです。ありがとうございます。いえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして4人目の議員の方です。南雲板橋区議会議員の議員さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南雲さんはですね、文化芸術によるまちづくりと空き家活用を実践されておりましてですね、うん、現在3歳児の子育て中でいらっしゃいます。2015年に初当選されまして、その時は維新の党からの出馬となったんですが、解散後は無所属となられました。現在は都市建設委員会や区民環境委員会副委員長などを歴任されていらっしゃいまして、実はですね、奥沢さんよりぜひ区議会の皆さんをということでお話しいただいたそのストーリーがありまして、うん、旦那様がですね、ジャズバーを経営されていると。そうなんそれもご自身もアーティスト活動とで東京学芸大学の卒業後に現代アートのアーティストとして芸大失礼しました、東京芸大ですね。芸大ですよ、この方は、は
はい、現代アートのアーティストとして参加型作品を制作されたりとかですね、うん、ご自身のアーティスト活動がそのままやはり今現在アーティストが苦境に苦しんでいるところにとてもまあシンパシーというか心配されていて、ぜひモモさんを一緒に議論された方がと今日は白熱するんじゃないかということでご参加されて入ったという経緯になります。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。といったところでまずちょっと聖子さんにお伺いしたいんですが、はい、ちょっとこのミュージックドントロックダウンが立ち上がった経緯も含めて、うん、やっぱりその当初なかなか行政の保障だったりサポートだったりこれはちょっと見込めないぞってところでただ自粛していてもまあ死ぬのを待つだけだからちょっと何かやろうよっていうところがあったと思うんですが、まずそのミュージックドントロックダウン立ち上げたところからこれまでの流れをこうどう思われましたか。はい、最初はその小池都知事が最初の会見ですね、緊急事態宣言になる、まあ、なるという話になって、まあ、その時はロックダウンするんじゃないかっていうような先に報道も出てて、これロックするっていうことは、まあ、もちろんその感染症を防ぐために取った方策としてはそれはそういうことがあることはもうやぶさかではないんだけれども、その代わりそのロックダウンしたことによっていろんなところで、まあ、営業ができなくなる、仕事ができなくなる、人が集まれなくなるっていうところで、まあ、最初にお金が、まあ、もちろん収入の問題が一つ、まあ、それ以上に、気持ちの問題が、ミュージシャンとか、演者側からすれば人前で やることが自分たちの生きがいなの でそれで見る側にとっては見ることが生きがいなので、この生きがいみたいなものが一気になくなってしまって、この東京が暗くなることは絶対避けたいというふうに思って、まあ、とにかくもう2、3日しか時間なかったですけれども、まあ、それこそ今司会しているナズさんとか、ワチさんとかにもうすぐに話しかけるというか、もう強引に言うという形で、もうとにかく2、3日前にこの土日にもうやるからって、とにかくフェスやるからって言って、まあ、それでまあ始まったという。で、まあ、実際にそのミュージシャンの方に最初は話をかけ、DJ とか話をするはずだったんですけども、それどころかもう役者の人からも連絡が来る、古典芸能の方からも来る、自分たちも困って、自分たちもどうしていいかわからない、どうにかしたいという。とにかくやらせてほしいと、自分たちがやれるんだっていうことをみんなに知ってほしいっていう気持ちがあって、まあ、これが続いていて、まあ、今日もさっきは まあ、浪曲の玉川七福さんっていう素晴らしい、まあ、方ですけど、浪曲まで今日は生配信しているっていう状態で、まあ、日本にたくさんの芸能があり、芸術があり、文化があるっていうことが分かると同時に、これが一気に場所として奪われてるっていうことの現実が、まあ、あるなと。で、まあ一つ、まあ、たまたまさっき僕これちょうど届いたんで来てるんですけど、これはまあ京都のメトロっていう有名なライブハウス で僕らも、まあ、ライブしたことあるんですけど、まあ、素晴らしいところで、でも、まあ、メトロが潰れちゃうっていう話が出て、それでももちろんみんなで、まあ、なんとかしようっていうことで、まあ、キャンプファイヤーみたいなのが立ち上がって、でみんながまあお金を出して、それのまあ見返りで今日は僕に T シャツが来たんですけれども、まあ、彼らは有名なライブハウスなんで、何百万かのお金がドーンと集まって、何ヶ月かはできることになったんですけど、もちろんもうこの陰にたくさんの名も知れぬというところがいっぱいありますので、まあ、もちろん保障の問題と、それからどういうふうにこれを絶やさないでいけるかっていう問題を、まあ、今日話せればなと思って、まあ皆さんに、まあ、こんな機会を得まして本当にありがたいことだと思ってます。ありがとうございます。よろしくします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ジブラさん、はい、そして渋谷区の観光大使ナイトアンバサダーという立場で、はいはい、日本初のヒップホップ専門チャンネルレップというラジオ放送局の局長でいらっしゃいますけども、はい、現在その渋谷のそのアーティストや現場の声とか状況っていうのはどうなんでしょうか。そうですね、まあいわゆる、まあ、我々が普段やってるような、まあ、クラブとかはもちろん今全部閉まってますよね。で、例えば、我々なんかもすごく、今までも何度も出演させていただいたブエノスっていうクラブが、閉業の方になってしまって、で、まあ、昨日ですね、オンラインでファイナルパーティーっていうのを、やったりしまして、はい、まあ、そんなような状況ですね。とにかく
そこはもう多分20年ぐらいかな、多分ブエノスは、あったクラブで、すごくもう老舗で渋谷の、まあ、丸山町エリアの、まあ、もうあの盛り上げにものすごく貢献していた、そんなお店だったんですけれども、そこ自体はもともとブエノスと、他にもその上にグラッドと、3軒全部で1つのビルがあったんですが、その3軒ともあの同じグループだったんですけど、まとまって、全部、はい、あの閉店ということになってしまったっていう感じですね。で、まあ、あの、うちのレップの放送局に関しては、道玄坂に、スタジオがあるんですけれども、あのそちらが今、基本的にはそのダンススタジオと併設してるんですね。で、やはりそのダンススタジオ の, あの待合室が、スタジオの観覧エリアみたいな風になったりするもので、やはり、そこでの行き来を演者にさせてるのはまずいんじゃないかということで、まあ、あの、緊急事態宣言出る少し前ぐらいから、とりあえず、スタジオの使用をやめて、で今は全部あの放送、リモート放送で、それこそ今僕はあのこの自分の、事務所が西麻布なんですけども、そこから全部放送の番組やさせていただいて、で、それこそですね、だからゲスト出演は皆さん LINE 電話で、で、それをこうつないで、で、やるみたいな形でいろいろやってますね。で、まあ、ただ、その、もともとまあ我々もその放送局としては、その、まあ、うちらはそのインディー放送局、インターネットの放送局なんですけれども、まあ、一応24時間ずっと放送してるということで、それこそインターFMさんとかにご相談したんですね。皆さん、どんな感じでこの後、あれされるんですかって、もうそれこそ、もう、地区の雰囲気が始まった段階でもすぐにご相談したら、まあやはりああいった民放放送局に関しては、まあやはり報道というスタンスがあるので、まあ結局止めてはいけないというか、止めないことにやはり意義があるので、それをできるだけ、問題がないように放送を続けていく、まあそれがまあ基本のスタンスだっていうふうに初めは言われたんですが、やはりその、緊急事態宣言が出るぐらいの前ぐらいからは、そういった民放放送局に関しても、リモート放送なんかやってまして、自分の次男が今、インターFMで、一個番組やってるんですけども、やつも、このうちの事務所に来て、そうやってんの？そこのマイク貸してよって言って、はい、いいね。いい親子だね。いえいえ。なんで、なんだろうな、そういう意味では、そうですね、やっぱりそういった例えばほらテレビ見てても皆さん分かると思うんですけど、アクリル板間に挟んでとかいろいろあるじゃないですか。まあそういった状況をとにかく、まあ、我々なんかも、まあ、今後、少しずつ段階を追って、スタジオを開放していこうということで、一応来週の月曜日から自分の番組はスタジオからやることになりました。なるほど。はい、ただまあゲストに関しては電話ゲストでっていうふうにしていこうかと。で、まあ2週、まあ、それこそね、まあ、国と同じように、まあ、2週間ぐらい、まあ、都と同じように、2週間ぐらいのペースで、段階的に番組を復活させていくというようなイメージですね。うんうん、ありがとうございます。はい、それで言いますと、ちょっと私もですね、JWAVE の方で番組のプロデューサーを、はい、させていただいていまして、JWAVE の方は実は、ゲストにか、インターヘムさんとちょっと違って、一応リモート推奨なんですけども、アクリル板と消毒と、うん、徹底したソーシャルディスタンスを用いれば、ゲストの希望があればスタジオで収録しても構わないということでずっとやってきて、うん、そうですね、この前僕それこそ、はい、出させていただいたんですよね。そうですね、うん、ありがとうございました。いえいえ、はい、なんですが、やっぱり6月いっぱいはリモート推奨という立場が変わらなくてですね、うんうん、引き続きゲストとナビゲーターの希望があればリモートで行うということで、でその中でちょっと JWAVE としては音楽を止めるなという放送局のキャンペーンをやっていて、うん、この1ヶ月はその T シャツを10種類ぐらいそのシーンにまつわるデザイナーの方にデザインしていただいて、はい、その T シャツの売り上げをライブハウスに全額寄付するというキャンペーンをやっていて、で来月からクラブカルチャーの支援というドネーションを今度音楽を止めるなキャンペーンの第2弾で立ち上げることにちょっとなっていまして、これでなんとかちょっとクラブとかナイトクラブっていうのはライブハウスに比べてちょっと支援だったり声を上げるっていうことが少し遅れたという実感がありまして、ちょっとまあ遅ればせながらですけど、こういうドネーションとかこういうカンファレンスが何か機会になってそういう支援しなければとか
どうやって救っていこうみたいなことが、まあ、立ち上がっていけばいいなとは思いながらもですね、うん、今ちょっとこの MDL のメンバーである和津さんよろしくお願いします。はい、やってます、はい、コールドヒートというユニットで活動されながら、まあ、DJ や音楽家でもあり、一般社団法人 JDDA というアーティストと DJ の活動を支援するような一般社団法人を今年の頭に立ち上げまして、その代表理事を務められています。それで別の顔としてリンキーリンク株式会社という下北沢エラさんですとかジャムさんですとか全国にライブハウスを展開するライブハウス運営、あとはリハーサルスタジオ運営の会社の役員を務められていまして、ここまで結構ライブハウス支援とかライブハウスの苦境には一番まあ精通していったというところで、ちょっと和津さん、ライブハウスがいち早くこの自粛とか、まあ、クラスターの問題で被害を受けたと思うんですけど、そのあたりどうだったんでしょう。うん、まあライブハウス側はね、変な話、単純にまあ思い出したのは9年前ですかね、震災の時、あの時にもう実は致命的なまあ僕も自分の会社 100% 潰れると思いましたし、何しろリハーサルスタジオライブハウスをやるのに電気が毎日来るかわからない、この状態で営業できるわけはなく、まあそれでももちろんこの国を挙げてのことだったので多額の借金ということができまして、で当時、それぞれのまず大家さん固定費がもう支払いできないということで、なんとか人件費だけを払いたいということで大家さんと折衝を重ねて、まあ大多数の大家さんが了承していただけて、まあ最初にね補助金なりを払っていますので、そういう中の範囲ですけれど、だいぶ、まあ、2ヶ月3ヶ月から半年近くまで免除していただけたという経験を持つライブハウスが実は多いんですよ。で今回も同じくまずその家賃交渉の問題が出てきたんですけれど、老舗のライブハウスの方は9年かかってもそれやっぱり戻せてないんですね。で半年たまってるのにまだかっていうのは、これはまあ個々の力では具体的にどうすることもできず、まあとあととにかく固定費がやはり大きいもので、その中でもやっぱりライブハウスでアルバイトに来てる子たちがほとんど でそういった子たちはやっぱりバンドをやられてるんですよ。でバンドも動けない、ね、でバイトもできないだとどうしようもないので、まあ、うちはとにかくこれはもうどうしようもないという形で、まあ、4月は全部一月リハーサルスタジオもライブハウスも閉めたんですけれど、なんとか、アルバイトの子たちも入る、予定だった分は全部もうこの月に払うから、その代わりライブハウスはおそらくうちは2年は無理だろうと、戻るのはということで、君たちを雇うことはまず無理だと、もっと言うとこの国からこういうカルチャーがなくなる恐れがあるとというのはやっぱり国からの反応ですよね。一月に固定費とか、まあ、うちあたりの会社でも2月で1億超えてしまうので、固定費が返済を入れると、そこで複数店舗2店舗でいくらという数字は、まあ、本当に正直近隣の足しにもなりませんので、まあ、そこをしのぐためにはもうよそこまでのメインバンクとの折衝に追われるという形が、僕たちのまあ中小の、しかもまあグループ会社はもうほとんど、先日も番組に出ていただきましたが、ロフトグループさん、老舗の LD&K さんなど、まあみんな同様の見解でして、うん、じゃあどうやって乗り切るか、まあ、どこも多額の借金を抱えていますので、もう5年返済では返せるようなお金ではまあ無理なので、まあ、10年15年のローンを組んだところなんですけれど、それでも皆さん一応に言われるのは、固定費、いやこのままいったら8月までだねという話をしています。でその中では最低なんとか雇用を守ろう、しのごうという形で、なおかつ配信事業に切り替えて投資はしていますし、ライブということができないのは分かっているんですけれど、その後出ていくまあ支援策、例えばじゃあガイドラインということが当然非常事態宣言下大事になってくるな、それをみんなで作ろうかというような相談、大きいところはライブハウスコミッションなり、小さいところでも実は都内だけでもライブハウスって軽く800以上あるんですね。そうなんだ。
ライブハウスってクラブ以上に実は多様性があって、10人20人程度の密席の例えばジャズのバー、うんね、バーにライブができるスポーツ場所があるというのもライブハウスですし、もちろんよく一般的に言われるような、まあ、200人程度のところでもう大混雑の中モッシュして何してって汗とって本当に3密のライブハウスが、まあ、多いですけれど、もちろんブルーノート、ビルボード、ああいったゆったりと座れるレストランでライブ席があるという形から、もちろんゼップ東京ですとか赤坂ブリッツですとか、まあ、数千人規模のところも一応ライブハウスと言われてるんですね。あまりにも規模形態が多様なんです。それがやはり、コロナがね、クラスターが発生してしまったということで、それだけ800を超えるような多様な業種が全部一つ、これ実はもう本当にだからパチンコ業種よりも多様性が非常に大きいんですよ、うん、で、それ出てきましたが、一番最初に文化庁厚労省の指導のもとに作られたという、公文協、全国公立文化施設協会というところのですね、まずじゃあガイドラインというものが出たんですが、まずこれを見て、まあ、全ライブハウスのオーナーたちはもうやはりがっかりしたというか呆れたというか、これでは多様なライブハウスどこも営業ができる形ではないので、今、ライブハウスコミッションを含め、あとは、中小のライブハウス側でも、実は、昨日かなさまざまな方が、都の方に陳情に、自主規制ルールの方を持って伺っていますが、その多様性のあるライブハウスというのはまず一区切りにすることでなく、うん、あと、まあ、同様にですね、固定費もやはり都下のライブハウスと六本木のライブハウスでは全く固定費が2桁ぐらい違いますので、あと同様にやっぱり一番苦しんでいるのはその小中規模の、やはりうちのように、まあ、5軒から20軒ぐらいやっぱりチェーン店というのが多いんですよ、ライブハウス、うん、そういうところを、複数店、つまり1軒か2軒かではなくて1軒ずつの手当、それがその固定費に対する、手当みたいなことと、あと規模によるガイドラインというものをもう少し具体的に示していただかないと、やはりライブハウスは全くやはり国からは相手にされていないんだなという印象しか受けないですね。僕は本当にこれはもうライブハウスは秋には東京は3分の2はもう当然クラブは全てに近いくらいなくなって、なくなるということは企業、まあこちらの体力もねそこまでなかったということで、まあ申し訳ない部分もあって残念なんですけれど、これライブハウスと100人200人のライブハウスというのはスーパースターを育てる登竜門なので、この21世紀になってますますアジアが、ね、の中でもなんとかしのいでいって、日本の財産は何か、東京の財産は何かという時に、この知的財産、エンターテインメントを財産にして世界に打っていこうという時に、僕はやはり50年から200年はまたここで遅れて、アジアの中でもエンターテインメントはますます最貧国になっていくなという恐れしか持っていません。うん、和寿さん、その固定費っていうのは何なんですか、僕、詳しく。家賃とね、家賃、人件費がメインですね、うん、ほとんど。じゃあ、その月にかかるお金、ね。かかるお金。うん。家賃、人件費と、まあ、うちなんかも、だからあれは、返済かな。うん。うん、仕入れとかなんとかっていうのは、まあ、別として、何も仕入れなくても何も動かなくても払わなきゃいけない最低限のお金を僕らは固定費って言ってるんですけど、それかだからまあ家賃と人件費とということですかね。まあまあもちろんもろもろ雑費ありますけれど、一番はまあ人件費と家賃、そしてまあ返済ですかね。これだけは営業しなくね必要なので、社員を抱えている以上は。確かに、はい、わかりました。そんなことです。なかなかすみません。そんなもないです。それで来週にナイトクラブエンターテインメント協会というまあ、キャパでいうと300人以上、1000人規模のナイトクラブが所属する NCE という協会がありまして、そこと、まあ、キャパ100人以下のミュージックバーを運営するミュージックバー協会と、西日本クラブ協会という3つの協会が連名で来週警視庁にガイドラインの見直しと新しいそのガイドラインの、うん、はい、
をこう立てていくためのミーティングを行うということなんですけども、うん、そのガイドラインの中にあの客席 の, あの、まあ、ガイドラインの一つとしてやはりあの飛沫感染予防のパーテーションで区切るかできるだけ2メートル最低1メートル以上の間隔を空けて横並びして座ったりスタンディングできるようにしなければまあいけないみたいなことがちょっと盛り込まれるような予定があって川松さんこれってその普段クラブミュージックやクラブの現場を知ってらっしゃるお立場としてはこれ実際やれるけどやれないって現場では思っているというかこれパーティーできないじゃんっていうそのあたり、まあ、必要なガイドラインではあるんですけどどういうご見解でいらっしゃいますか。あの今の話でとても重要でして、はい、一括りで今例えばあの和知さんから話あったようにライブハウスとか一括りでクラブというのは一括りじゃあ一体今まで全国でクラスターになりましたとか感染広がりましたと言ってますけれども、うん、同じライブハウスって言ったっていろんなスタイルがあるわけですね。でバン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 こう狭い空間に詰め込んでわーっと騒いで、まあ、時間で入れ替わるみたいなところもあれば長時間でやってるところもあるしでクラブもそうです。箱の中にどうやって人を入れるかって入れ方も含めてのクラブであるにもかかわらず全部一つでやってしまうと今みたいな問題が出てくるんですね。これはあの皆さん方の業界だけではなくてどの業界もこれから抱える課題になっていて東京都はガイドラインっていうのを各業界にお願いしてるわけです。自分たちで例えば東京都がガイドラインを作るのではなくて業界が皆さんたちが自主的に作ったものを後からまあ東京都が追認する形になってそれを守っていたら営業してもいいですよみたいな今方向性なんですけれどもだからあの全部かっちりやるというのはもう現実的に不可能なのでもっとざっくりしたものの中でそれぞれの店舗の中でお店の中でこういうちゃんとした工夫してますとかっていうやり方にしていかないと結構厳しいんですけど相手が役人はもうルールって言ったらこれって決めちゃうわけですよ。でしかも役人の人たちに話したってねクラブなんて一人たちはほとんどいなくて僕らもその間に入って交渉してるけれどもでそこが進まないのである程度例えばもう基本的な項目が何個かあればこれを守ってたらいいよねとでお店が広いからプラスアルファこういうの守りますよとか狭いからこれはいいよねっていうようなやり方にしてくれないかっていうのは僕も今掛け合ってるところなんですよね。それ重要ですね。いわゆるその10万円保証みたいなのになったのと、まあ、ちょっと似てますよね。その前はいろんな条件をクリアしないと、保証がなかったということで、まあ、とにかく一気にとにかく今みんなが大変、一月が大変、一週間が大変って時、どういうふうに我々はそれを保障して、どういうふうにその文化を生き延びさせて、人を生き延びてもらってっていう時には、今川松さんがおっしゃったように、まずざっくりと網をかけるように助けるっていう仕組みが必要ですよね、やっぱりね。そうですね。だから今その、あのクラブハウス、クラブやライブハウスの経営者の皆さん方もそういう、ある程度開いていかないといけないし、大きい箱だったら、むしろ厳しいルールだったら閉めてる方が固定費出てかないっていう経営者の方もいらっしゃると思うんですよ。で、あと一方でアーティストの皆さん方が今の状態だと、まあ、練習もできない。で、じゃあいきなりじゃあ今日の明日で開いてるとこしてもですね、何もできないので、やっぱ段階を追ってこういうことできてたらあの練習もしていいよとか、アーティストの皆さん方が来てある程度小さいイベントからやってきてもいいよっていうのが何にも見えないで、ただ出口出口って言ってるからですね、どこに出口があるのか分かんないのに出口戦略の話ばっかりしてるのは非常に僕ら行政も含めてあのもどかしくて、自分なりにこう無責任だなと感じるところもあるんですよね。あの僕ちょうど昨日なんかあのダンス文化推進議員連盟とかあのナイタイムエコノミー議連のあの秋元司議員とちょっと電話で話して、うん、なんか再来週ぐらいにまた議連をやるらしいんですよどうやら。でまああの今日の話もちらっとしてであの都議の方々とかといろいろみんなお話しさせていただこうと思っててつってでも、まあ、まあ彼もやっぱり言ってたのはまあでもやっぱり業界の方で自主的にそういったなんかこうガイドラインを作ってそれをやっぱり言ってもらった方がいいじゃないっていうのは、まあ、彼も言ってましたね、実際。だからやっぱりその、なんていうか、あの例えばその、普段あの僕も思うのは、例えば劇場とあのコンサートホール、ライブハウスの違いとかっていうところで、やっぱり考えていけばいいわけで、結局その、なんですか、まあ、通気性もあるとは思いますけど、全体の、まあ、体積というか、そこに対する人間が占める割合とか、まあ、結局そういうことになってくるのかなと思うんで、
まあ、その辺をなんか、まあ、我々側からもやっぱりこれだったら納得してもらえるんじゃないかっていうやっぱりラインを考えていくしかないのかなって、なんか逆にこうどうしたらいいですかって聞いてもわかんないですよね。我々あの風営法のあの改正の時にもそれですごく大変だったじゃないですか。なんかあの時も結局あの当時にはそのクラブをまとめるその業界があの団体がなかったし、でまずはそれを作ってくれってことで、うん、まああのその当時僕あのクラブとクラブカルチャーを守る会の僕が会長で、ワツさんが会長でっていうのでやってたんですけれども、あの本当にとにかく、その時はもう事業者の方々にもうなんとかこう参加してもらうのにもう何年もかかりましたもんね、あれもね。なんでそういう意味でもやはりただこの内側から本当にその実情が分かった上でこうなったらどうでしょうか。まあ例えばそこがじゃあ、500人のキャパのところでこうこうこうだから、じゃあ100人までだったらどうでしょうかって言って、それがじゃあいやダメだな150だなっていうことはまああるかもしれないですけど、そもそものスタートをやっぱり我々側からこう提示していかないと何もなんかこう伝わらないし始まらないのかなって。まあだからまさに今日のこの回とかはまあそれのなんていうかこうファーストステップね。そうね、そうですね。もうだって皆さんあっという間にもう500人超えの皆さんが見てくださってますよ。はい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 、ありがとうございます。あといいですか、あの行政の言葉の使い方も結構悪くて、うん、クラブ、クラブ、うん、もうみんながのマスコミニュースなんか出るときも全部一緒なんですね。あ、いわゆるキャバクラと。そう、そうなんですよ、ね。いわゆるナイトクラブというのと一緒になって出てきちゃうわけです。うん、で、行政の文章、これも古い文章を見てみると、やっぱりナイトクラブっていうのと、いわゆる今言ってるクラブの方は、ですね、ディスコ。で表されてるんですね。だから第四教室施設があって、うん、ストロボ照明と客にダンスを行わせるのはディスコホールみたいな、とかこういわゆる時代にマッチしてないんですよ、うん、でそのままルールが古いままその法律とか枠の言葉の中で今を当てはめようとしすぎてるので、まずこの基本的なものからこの東京消防庁なんかも作ってきてる文章全部変えてくれって今もう散々この1ヶ月騒いできてるんですね、うん、でこのあたりからしていかないと多くの皆さん方に理解を得るのも非常に難しくて、そうですね、混乱が起きますもんね、逆にね、これじゃあ鎌田さん、これは実際 あの報道されているナイトクラブっていうのに我々のクラブは入らないというものなんですか。これあの厳密に東京都 その危機管理を担当している部署と話をすると、うん、これ別なんですよ。うわー、取り越し苦労ですね、ただあのナイトクラブというのは、うん、あの主として様式の設備を設けて客にダンスをさせ客に飲食をさせる施設と書いてあるんですけど、うん、その流れの中であのこういわゆる接待飲食ってこう女性が近くにいるみたいなのくくりと一緒になってるんですよね。はあ、なるほどでだからディスコはまたそれと別の遊戯施設の方と同じくくりになってますから、うんうん、そうするとだからあのパチンコ屋さんとかビリヤード場とかビンゴ場とかの中にそう入ってるみたいな。そうだそうだそうだ、そうなんです。そうだ、分類しきれてないってことですね。そこの言葉が、うん、あのちょっと同じような響きになっちゃってるので現場が混乱しちゃってるのを今一生懸命解きほぐしてるのが僕の仕事をやってる会長。あ、なるほど。じゃあまあまあ、まあ、実際のところは別に我々はいやクラブじゃなくてディスコなんですよと、うん、って言ってる分には別に、うん、じゃあそうやった方がちょっと道筋が変わるかもしれないです、うん、ただ、うんま、ただその海外の事例を見ていくと、はいはい、まあの韓国とか東京ではまあそういうことが騒いでないと韓国とかがやって言葉が出てきちゃってるので、うんうん、ある程度ルールとか規制作りっていうのは必要なのかなとは思うんですよね。そうですね、うん、これあとね、まあ、でも確かにね、うん、あのほその元々の分類が違うんだったら対処の仕方も実は違わなきゃいけないのに、うん、そこがね混乱しちゃうとみんなにとっての混乱ですもんね。それは誰にとっても幸福じゃないっていうか、そうですね。あとね、都議会の皆さんにちょっとお伺いしたいのは、うちあのリハーサルスタジオっていうね、奥沢さんのところもあの町田にもリンキリンクとあのやらさせていただいていますが、あのリハーサルスタジオって実はどこの分類にも入ってなくて、やはり、まあ、そうか、はい、ただし、まあ、バンドの方が狭い空間に入ってやはり密になるので、それはどう空気を入れ替えても危ないだろうということで7月はまるまる閉めたんですけど、その前に3月末だったんですけれど、何度かこう、東京都の方にあのそれはどうなんですか、分類はどうなんですかってお伺いさせて、都合ですね、6回ほどいろんな方とお話しさせていたんですが、
6回お話した時の、もう対応の方が5名全然まるでもバラバラでして、5名の方が言われることが全く違ってですね、非常にこちらもちょっと困惑した流れがあるんですけれど、今都とかあとはね、あの区、あの板橋区のこともお伺いしたいですけれど、それぞれでそういった対応というのは統一化されてきているんでしょうか。奥澤さんどうなんですか。そうですね、あの私が実際やり取りもしててそうなんです。さっきの川松さんの話と関連するんですけど、言葉の定義がそれぞれ違ってたりするんですよね、その職員間でも、うん、で特に新しい、課題というかですね、今までだったら気にならなかったことが気になってきちゃったという状況になってるんで、うん、その中でやっぱりバラバラになってる。それこそ最初に入江さんが話があったその無観客配信を OK にするのかどうかみたいな話も、ダメだと解釈してる人もいれば OK って解釈してる人もいるみたいな状況が起きていて、すごく大きな問題だと私も思ってます。で、一つ言うとですね、今あの6回問い合わせていただいたっていう話があったんですけど、はい、どこの部署に問い合わせるかによってもまた解釈が違ってるっていう。そうなんです。すごくあのいわゆる縦割り行政っていうやつだと思うんですけど、この間でこう立ち回ってるのも結構我々の仕事なのかなと思っていて、例えばあの文化、あの今日あの、こう西部東京カルチャーとカルチャー文化の話っていう話なんですけど、ちょっとせっかく持ってきたんです。見えないか。見えます。東京文化庁なんですけど、平成27年にできた。これの中でライブハウスっていう言葉一つしか出てこないんですよ。一回しか出てこないですね、ライブハウスって言葉自体は。ということは、こうライブハウスとかって、今のリハーサルスタジオももちろんそうなんですけど、どの分野にやるの、で誰がやるのってことすら多分今まで決めずに決まらずに来てしまっていて、でいざ困りごとが起こって、今行政職員もあたふたしてるっていう、そういう状況になってしまってると思いますね。なるほど。ということは、僕らはよくあの僕、まあ、とかライブハウス側とかクラブカルチャー側の人間は、まあ、特にじゃあ分かりやすくライブハウスにすると、国はあるいは党はつまり行政は、僕らライブハウスっていうものを切り捨てようとしてるんだっていうふうに思って、そうやって発言しちゃってるわけです、うん、だけど本当はそうじゃなくて、あの数に入れてもらえてなかったってことなんですね。対象としてくくってもらってないってことなんですね。そういう感じでもなくて、うん、例えばさっきライブハウスの話ありましたけれど、ゼップ東京規模の興行をやるような施設がそもそもの許可が出てるところあれば、例えば話に出てた渋谷のビジョンさんみたいな大きな発行のクラブで、あるいはすごい狭いところだと、例えば飲食業で出てるライブハウスがあったりとか、その特定遊興の中で許可が出てるとか、その許可の分類のそもそもが変わってるので認識が変わってきちゃってるんですよね。でどこに光を当てながらどこの角度から見るかによって区分が変わってきちゃってるのを、やっぱり現実に設置してもう一回一括りで見ていこうよっていうのが今僕ら提案してるんですよ。なるほど。これってはいはい、ごめんなさい。それですぐ、まあ、つまりあの多分、まあ、見てる方もそうだと思うけど、これをしていくとなると時間がかかるよと、このうまく、うん、でそれより先に一番最初みたいに網をバッとかけて、保証の網をかけて、まあ、実際に、まあ、助けた後にそれをやった方がいいのか、まあ、それとも最初から今ものすごい速さでやれるんだったら、そういうふうに訴えかけた方がいいの、どっちなんですよね。これ、まあ、両方だと思うんですけど、私は個人的には、例えば今の東京都もバーなんていう一括りで全部出てきちゃってて、そうするとミュージックバーだとかヒップホップバーだとかジャズバーとか全部同じバーで、極端に言えばガールズバーもみんな同じバーなんですね。そうかそうか。で、これを小池都知事が記者会見で一括りでやってることはおかしいと。でそれを次の改定の中では、あの改定というかロードマップってコロ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 今変わってるんですけど、次の中にはバーの分類も変えてくれって今散々やっていて、今最終調整に入ってるので、次はバー変わってくると思います。南雲さんどうなんですか、実際その、南雲さんじゃねえや、南雲さん、あの実際にそのだってジャズの、ね、クラブのこととか詳しいでしょ。そうするとご自分のことでもあるわけですもんね、これ。そうですね、あのやっぱりなんかこういろんな人に話を聞いてると、さっき松さんがおっしゃったような、あの規模によって支援を変えていくっていうのは絶対に必要だと思います。あの、うん、こう小さい飲食店とかだと場合によってはいつもより儲かるっていうケースもあると思うし、逆に大きいケースだと、あのもうほんの一部にもならないっていう風になっちゃってるので、そこはあの分ける必要があると思います。で、あとはそのなんかさっきの、ライブハウスとか、
キャバレーとかそういうのを分類うまくできてないっていう話は、やっぱりこうなんとなくしかイメージがなくて、そこを見たことがなくて、こう顔が浮かばないんだと思うんですよね。だから会社のナツさんがおっしゃったように、あの日頃からこうやっぱりアーティストとか DJ とかと行政、あるいは政治家とのこうコミュニケーションがちゃんと取れてれば、もう少し距離が近づいてくるかなっていう気もします。まあ、僕らもついつい話、政治家に話しにくいなとか、話するのめんどくせえなって思っちゃうから、こういう機会はよくあのワシスさんとかね、ゼブラとかはすごくきちんとその、まあ、あのクラブの不衛法の問題で特になんだけど、すごくきちんとやっていて、それだいぶ違ってきてはいますよね。でもね、こういう、じゃあまあこの会があること自体がまあ、まあ、遅かったけど、まあ、まあ僕はあの正直あの、まあね、和地さん、あの、不衛法どうしようかって、このまま行くとやばいねってなった時に、まあ変わるか変わらないって、法律が我々は思ってなかったんで、なんですけども、これを本気で変えられると思って頑張んなきゃどうにもならないよねって、どうやったら変わるんだろうってやって、実際、まあ、まあ、あのまあ変わったわけで、そういう意味ではその我々の、問題だったり気持ちだったりってことがすごく伝わったなというふうに思ってる。もちろんまだ 100% 満足した変わり方にはなってなくて、小さな小箱の問題がいっぱいこれからもまだあると思うし、それについてはまだまだ相変わらず話し合いを進めてるんですけども、ただまあもう大きな一歩は踏めたっていうことに関しては、まあその僕たちがすごい当時言っていたのは、もちろんそのまずは声を上げることだと思うんですね、我々自身としては。で、その、声を上げた上で、じゃあそれをどういうふうな形で、その建設的に本当に実現に向けていくかみたいなことを、やっぱ我々はすごい意識して、まあやっぱりそのね、デモや反対っていうのも、まあもちろんいいと思いますよ、それも一つ。もうそれはもちろん、すごく民主的な行為ではあると思う。ただそれだけではなくて、やっぱりそれ例えばその当時は不衛法の問題は、まあ、我々側にも問題があって、クラブが、音がうるさいで、あとあの周りに溜まって異臭っていう、あのその音がうるさいっていう問題だったり、まあゴミが散らかるとか、まあそういう問題が我々側にもあったんで、じゃあまずその自分たちの問題をクリアしなきゃダメだよね。それちゃんとその踊ってもいいんじゃないかっていうあの権利を主張するのであれば、その前には、そしたらまあ我々に責任も出てくるよ、ね。じゃあまずは責任をちゃんとしっかり守ろうよと。じゃあ掃除、あの街を掃除をしてみようかとか、まあなんかそういうことから始まっていったわけですよね。だからやっぱりそういうなんていうのかな、あの僕はもうとにかくすごく思ってるのは、もう八百屋さんも屋さんも政治家屋さんもいろんななんとか屋さんがいっぱいいて、でもみんな我々はこの国だったり都だったり区だったりのまあ一員なわけで、みんながね、例えばあの学校でクラスでなんとかつって、でまあ生徒会がいろいろ決めるかもしれないけど、おいちょっと待ってくれよって、こうちょっとここ思うんだよって言ったら、あそうかつって、それが変わるっていうのが、もともと我々も子供の時から学んできたわけじゃないですか。そうなんです。それをずっと続けてやっていけばいいだけのことだと俺は思うんです。だからやっぱり日本はね、どうしてもロビングっていうことをねやらなすぎるんですよ、なので、ね、決まっちゃった政治はそのまま上の人がやるんだっていうふうになっちゃうけど、こんなもう古い話はないわけで、あとなんか、ね、ロビングきちんとすればいいんですよね。僕のすごく申し訳ない印象ですけども、そういうところにコミットしてるあのビジネスマンとか、ミュージシャンとか、昔の印象でいくとすっげーうさんくさかったです。多分うさんくさかった。確かに絶対お前なんかおめこぼしとかもらうためにやってんだろみたいな。そうなんだよ、そうなんだよ、それあんだよな。そういう感じがするんで、あんだよ。だから我々もその政治家の方々とかとそうやっていろいろ話してるなんとかとか言うと、へえみたいな感じに見られましたよね、結構ね。見られた。でもそれどころじゃない今。その人も、あ、ごめんなさい、いいですか、じゃあちょっとだけ。その人もそっちの思い込み結構ありますよ。なんか政治家が出てくる人とか、役人に直接なんかロビーングしてくる人は、まあちょっと危ないじゃないんだけども、なんかあんまり話を やられるの利益が前提だと思っちゃうんだよね、みんなね。そういう方、まだまだ役
今そういう文化残ってます。はい、入江さんどうですか？いや今ね、皆さんの声すごく、まあ、とある弁護士の先生とかいろんなことも通してお声が伝わっていて、またよくこうした皆様のご活動を分かっている議員も増えましたので、東京都も国も要するに早くライブハウスの皆様にその営業を感染予防しながら営業していただきたいという観点に立っているもので、ぜひ業界様からの、そのガイドラインをきっちりとこうやって、そしてできれば6月の中旬下旬あたりにどんどん再開していただきたいっていうスタンスに立っているのは事実なんです。だから国の方も団体の皆様と厚労省のお話進んでますし、東京都の方も警視庁とか消防庁とかまた私どもに言っていただいてて、なので本当に奥さん議員とか川松議員おっしゃる通り、行政の方理解しにくい、あと芸術っていうと要するに古典とかクラシックとかそういう方ばっかりなんですけども、そのナイトカルチャーというかクラブカルチャーっていうのが現実にすごくあって、東京には800近いライブハウスがあって、そこにはすごく多くの若者の夢やそして消費も生まれて、東京の経済もそこに寄ってるところがいっぱいあるっていうことはもう常に私たちが一生懸命伝えてるところなので、本当に皆様をこう全然見ていないとかいう形ではなくなってるっていうことをお分かりいただきたいと思ってまして、まずはライブハウスの皆さんのか、営業再開を私はぜひ目指したいと思ってまして、それと同時にアートに LO っていうプロジェクトで今1万6000人の各アーティストとスタッフの皆様に、きちんと10万円の支援がいた届くように拡大してやってまして、その第2弾もこの前一応座組ができて、さらなる個人の支援と同時に、例えば劇団とか、楽団とかそういう団体に対して劇場でとかコンサートホールでやる場合にもご支援できるようにしてるんですけども、私はその中にこのナイトミュージックというかライブミュージックのご活動の方たちもちゃんとこう取り込まれるような立て付けにしてもらわないと、違いますよっていうことを今すごく担当局をやり合ってるところではあるんですけども、でも何よりも皆さんの直の声を今日もこうして伺えたので、ますます、なんとかとりあえず皆様の次の、実にライブとそしてリアルとがこうハイブリッドになって、そのビジネスモデルがきちんと確立するまでは一生懸命行政としては支援させていただきたいっていうところが思っているところです、はい、なるほど。やっぱりガイドラインを、確かにガイドラインが出ない限り、いきなり上の方からこういう保証するよっていうふうには責任も取れないし決められないってことなんですよね。行政にガイドライン作らせると絶対ガチガチになって皆さんが、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。だから結構わからない、行政も扱ったことがないというか今まであまり向き合っていない業界なんで、逆に、皆様も大中小いろいろ終わりになって、それぞれの例えば、ジャズとかそういう方はそもそも間隔を空けてたと思うし、そうじゃない方たちは結構密着もあるし、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、ざっくりとなんとかお声をまとめて、こういうソーシャルディスタンスとかこういう換気をするとか必ず手の消毒させるとか、あるいは、ワンステージを例えば30分以内にしてみるとか、そこで休憩をとって、とね、そうそこで休憩して1回できる限り換気をするとか、まあ、そういうとこを業界からこうお示しして、調整した方が絶対堅苦しくないというか融通性が効くと思います。そしたらね、ジブラとか、おじさん、マスさんとか僕らも やらなきゃいけないことは、すげえ短いクリップっていうか、ビデオを作って、こういうクラブをこれねってガッサッと申してる、これのこういうパターンねとかっていうふうに、みんなこうやって世界はこういう文化があって、東京にも当然素晴らしいこういうのがあるんですよっていう実態を分からせればいいんだね。でそれが見たことないから行くのも怖いだろうし、全部も行けないし、じゃあだってこのアングラ演劇はこうですよ
で、うん、こういうのね、ミュージカルはこうですよっていうふうに客席が分かれば、ずいぶん分かるんじゃないですか、行政、行政が、うん、役人もね、うんうん。なんかライブハウスのそれこそ、普通にそのなんだろう、公演にしても、うん、スタンディングの場合もあったり、椅子が並ぶ場合もあったりするじゃないですか。うん、そうだよ、そうだよね。そう、そういう状態も多分、なかなか伝わってないですよね。うん、ね、うん、そうね。ほら、ジブラ、ね、はい、風営法の時に、まあ、オーナーの皆さん、第1回目の時、80何人の東京のオーナーの方々集まってもらって、うん、僕らいろんなね、皆さん、こう集まった国に、皆さんの声を国に届けるには、うん、やはり団体を作らないと、集まりを見せないと、統一した、うん、まあ、自主規制ルールも含めて出さないと、声が届かないんですよと話をしたんですけれど、うん、こういうタイミング、やっぱりライブハウスって、クラブよりさらにちょっと古くて。うん、大元言うと70年安保の人たちがまだこう脈々とつながってやってるようなね、ところがすごくあって、そこも魅力なんだけど、提案でっていうかね、お上のことなんか知ったこっちゃねえっていうような人たちが多いんですよ、うん、アウトロー的な ね、まあ、それは分かるんだよね。でもこういう時こそ、僕本当にそういうオーナーの方たちのいや本当にそのお気持ちというか、そういう、まあ、意気込みはもう大好きなんですけれど、まあ、僕らとジブラがやってきたその、クラブとクラブカルチャーを守る会、それはまあ本当にダンス議連とかできた時に、まあ、そこに通って現場の声を届けるということで、まあ、僕本当に足柄通わさせていただいたんですけれど、そこのダンス議連の今でも忘れない小坂健二議員が なった、はいはい、1年以上通わって何度も実はこれ頓挫したんですよ。で途中でやっぱりこれは警察の方が確保ということにしようとい いう形になったり、自民党としてはこれは受けられないということになったり、さまざまなことがあったんですけれど、その中で小坂議員がですね、僕は実はクラブにも行ったことがないし、その中で本当に行われてるね、うん、姿は僕は分からないし、想像の世界でしかないけれど、僕のねところに毎月毎月この1年間ね通ってきてくれた若い子たち、ね、彼らの目は本当に純粋で熱くて、新しい日本を作りたいという気持ちにあふれていた。僕たちね老人たちは老害にならないように、そういう子たちの恋を救って未来を作るような、そんな、ね、党であって、そんな政治であって、ね、叱るべきなんじゃないかという声を発していただけたんですよ。僕はそんなことがあるんだと思って、だからこそそういう方たちに言いたいです。皆さんの声は集めてリアルに届けたら、しっかりそれを分かってくださる議員の方というかね、方必ずいらっしゃるので、それをまずみんなで集めて、集まるところからちょっとなんとかこの機会に、この機会逃すと、そうだよね、もう孫たちに顔向けできないと思っておじいちゃんたち本当だよ。いや、今の話の延長線になるんですけれど、やっぱりこういろんな人たち見てもらいたいと思ってて、うん、まあ、本来だったら今年オリンピックがある年でした、うん、で海外の選手たちと僕らもずっとこういろんな話、アスリートとしていくと、まあ、とにかく東京行ったら終わった後にどういうところに行けばいいかっていうクラブの話になるわけですけど、なるほどなるほど、なるでしょうね。いろんな人たちに聞かれてるから、そこ分かってほしいっていうんで、その議会のいわゆる長老の議員だとか都庁の頭の固い役人連れて、ウルトラとかにも連れてったことあるんですよ。で、もうみんなで、みんなスーツ着た おじいちゃんとかおじさんたちみんなぞろぞろ揃って、でその見た瞬間にみんなびっくりしたわけですよ、うん、若い人たちってこんなにパワーがあって、うん、こんなにシャンパン開けるお金があるんだっていう話になってですね、うん、だからこういうところを長老たちが応援することが、今早稲田の話じゃないけれども、次の東京の文化を作っていくし、次の若い人たちの夢とか希望を大きくするんだから、もっと力入れてよっていうやってる最中に今こういう状態になってるので、うん、結構今理解はしやすいところに来てると思うんですけど、ね、なるほどね、うん、だってそもそも クールジャパンなんだからね、これが、うん、ね、うんうん、いやそれで言うと川松さん、野外フェスっていうそのウルトラの話が出たところで、今直近でみんなが困ってるのが、野外だったらじゃあできるんじゃないかとか、うん、フジロックどうなるんだとか、その点で言うと適切なガイドライン含めて、野外フェスからだったら何かそういうものを踏み絵じゃないですけど、誰が最初にやるかじゃないですか。1000人以上のことやって誰がこう批判も受けるかもそうだし、
OK になるかもそうで、その辺の野外フェスの今後のその流れというか、どうお考えですか？ここはまさに今、那須さんおっしゃったように、主催者がどこまで腹くくれるかっていうところに来てると思うんですね。で、要は特効薬だとかができるまでは、この状態は、それは今年だろうか来年だろうかずっと続くわけですよ。で、その時に、じゃあ、野外フェスといった時に、まあ、その野外って言っても狭いところ、広いところありますけれども、ある程度スペース取れるんだったら、これオープンだし、密じゃないじゃんという理屈で、やった時に、もしかしたら感染者一人も出ないかもしれない。で、出るかもしれないんです。この時、どれだけ周りの社会的な環境がそこを受け入れられるかっていうところなんですよね。だから、言わなくても分かることなんです。だからこそ、アーティストの皆さんの生の声っていうのもどんどんこう発信してもらったりとか、僕なんかアーティスト実は AKB のおたけ議員なわけですけど、らしいですね。はい、コメントでも来てます。本当ですか？ AKB 推しなんじゃないですか、川端さんは。なんでここにいるんですか？劇場公演ができない中で、みんなまあネット配信それぞれのアーティストはみんな頑張ってる状況を知ってもらって、今、例えばルールを決める行政とか大人たちが腹をくくんなければ、そういうアーティストの活動も全部終わっちゃうと。まだプロダクションに入ってる方たちはいいし、例えば DJ の方だとかヒップホップ、ラッパーの皆さんだ、プロダクションなくてですね、自分たちでやってる人ってもう今、辞めて違う業界に行こうかとか、もうこの夢を諦めるなんていう人たちが出かけてる現状を、受け止めないとどうすんのって、それ見捨てていくんですかっていうのは僕は投げかけてるんですよ。で、だんだんその頭の固い人たちも、ああそういうことなのかと。で、これは何してもオーケストラの皆さん方にも適用される話で、ずっとこの管楽器なんていうのはこれ飛沫感染ってことになったらいつまで続くか分かんないわけですね。まだ弦楽器はいいけれども、でそういうことがどっかでやっぱみんなで腹くくってやると、確かに危ないかもしれないけど、でもその中でじゃあ最大限の感染防止策っていうのを考えましょうと。だから運営の、箱の運営のガイドラインもそうなんですけれども、それぞれ一人一人がじゃあここまでやったらいいんじゃないかっていうのをですね、考えたらいいと思うんです。で、フェスなんかも僕言ってるのは、じゃあフェスの参加者が全員防護服着たらやってもいいじゃないっていう話は国にも言ってるんで、ぜひ皆さんと一緒になって盛り上げていきたいなと思うんですけどね。もうこうなったらもう防護服着てくるやつがクールだって話そうそうです。ドレスコードはそれにすればいいよね、もうね。それこそこの前僕一つちょっとバンドに参加してるのがあって、それがMV この前撮ったんですけれども、まあメンバーの、リーダーが、ガスマスクして自転車乗って渋谷走ってるんですけど、誰もそれを見て変な顔する人がいなかった。すごいね。これ普段だったら捕まるよねって話なんですけど。だよね。だからもうなんかすごい時代というか、すごい今ところに。もう、まあ、皆さんも思うと思うんですけど、映画の中身みたいな感じじゃないですか、今って。そうなんです、そうなんです。うん、で、僕はね、やっぱり重要なことは、みんなこれ、コロナが終わればなんとかなると思っていると思うけど、このも、まあ、いろんな哲学者とか、まあ、病理学者たちが指摘しているのは、まあ、環境汚染によっていろんなとこから、まあ、菌が、まあ、外に出てくるようになっちゃってるんだと、その最初がこれなんだと、となると我々はこういうことにもっと慣れていかなきゃいけないわけですね。別の病原菌が出てくることもある。でもその時に人間同士がどういうふうに許し合うかとか、ここはダメっていうか、ここは自粛にして、ここは保障にしてっていうことをきちんと作っておかないと、これ以後いちいち焦ることになると。それにならないように、まあ、東京が、まあ、先駆けて、まあ、例えばメルケル首相がね、ドイツでも本当に素晴らしい演説だったけど、やっぱ文化芸術っていうものはどれだけ大事なものか、それから移動の自由っていうものを我々得るために民主主義これだけ大事にしてきた、しかし今は我慢してくれと、でその代わりこういうふうに保障するからっていうふうに、やっぱり政治家の演説力ってすごいなって、まあ、久しぶりに思ったんですけど、東京がその先駆けになってほしいですって、僕はやっぱり東京の人間として、なんかいつ誰が始めるかっていうところにやっぱすごくリスクがあると思うので、それをなんかこうオンラインだったり野外だったりを東京都主催とか、公園の東京都とか、なんかこう公的なもので後押しするっていうのも一つの手かなっていうふうに。なるほど、そうですね。でも、しかも、例えばもしそこでクラスター発生ってなっちゃったら大変みたいなことはやっぱり、どのぐらい、このぐらいまではきちんとやりつつ、それを問いに
トライしていきましょうっていう姿勢があれば、うんうん、僕は多少のことがあっても、うん、人々は乗り越えられると思うんですよね、うん、でもトライがない限りみんなこうやってお湯の中にずっと浸かってる間で死んでしまう、それでいいのっていうことは伝わると思いますよ。じゃあでもそのトライっていう意味でいくと、むしろやっぱりクラブだったりライブハウスだったり意外と小規模から始めていかないと、うんうんうん、例えば大規模なフェス野外とかにしても1000人2000人とかっていうことからいきなり始めちゃって、そこでクラスターが1000人出ちゃったってなったら大変なわけじゃない、うん、大変だよね。だからもうそれこそ本当に30人50人とか100人とかっていう、うんそのまあ、それこそね、ジャズバーであったりとかそういうぐらいのサイズからまずそういうことを試していくことがすごく必要とされてるんじゃないですかね、うん、それはすごく、うん、まあ確かにそうだね、うん、で、まあ、ジブラさんおっしゃったように、はい、本当にそういう風になってクラスターになってしまうと、うん、そこに出てるアーティストたちみんな傷つくし、うん、めちゃくちゃ叩かれると思うんですよ、うん、そうですね。で他の多分その時やらなかった人たちももうダメってなります、ね、うん、そうですね、うん、だからこそ僕らもここ慎重にルール作っていかないと、うん、本当の意味でのこの文化守っていけないなっていう感じになってる、うんうん、東京で言えば3月に東京事変がライブやるやらないでかなりピリピリしてあったね。で結果的に東京から大阪っていう中でやらないのかとかで、まあ、EXILE とか大阪ドーム東京ドームはPerfume とかがすぐやめるなんて判断してそれも賛否両論あったんですけど、うん、そういうことをもう全部考えた上でやっていかないと、うん、今がいいからじゃなくて、うん、もう本当に長い目見た時、うん、業界どうやって守ったかっていうのをぜひ皆さんともっと議論していきたいなと思いますけどね、うん、そうですね。それで言うとその開催できるっていう段階になるまでに重要なのがその配信無観客とか自主的なもそうですが、アーティストやイベントが配信をしてマネタイズして自助努力して食いつないでいくみたいな、その行政からの保証とかクラウドファンディングとは別に日常の営業の仕方としてあると思うんですけど、この無観客配信にしてもどちらにしてもその DJ のミックスとかを配信することにやっぱり法的整備がなされてないっていう現状があって、なかなかこれがそのクラブカルチャーのアーティストはとてもの、まあ、打撃というかもともとあった問題なんですけども、これ入江さんすごい飛び級案なんですけど、なんか東京都からこういうこと、例えばこういう機関だけは何か解放しましょうじゃないですけど、そういう現場案件の問題とか著作隣接権の問題とかいろいろあるんですけど、何かそういう働きかけがの何かできないのかなっていうのは常々と。はい、今アートにエール募集で動画皆さんに応募していただいて、東京都がアートにエールをっていう特別サイトを作るんですけども、まあ私はここからダイレクトに民間のマネタイズできる配信サイトにこうリンクを貼るべきじゃないかってこう言っているんですけども、やっぱり行政の、まあ、サイトからそうしたリンクは、まあ、ちょっといろいろまだ難しい壁はあるので、まあ、間にアーツカウンシル東京っていうのがあるんですけど、そこを通すとか、ただ今回の例えばアートにエールの募集で作っていただいた動画はアーティストの皆さんに著作権があるので、東京都のサイトに出すのと同時に民間の有料サイトで発信していただくことももちろん可能であるっていうところまではこう取り付けたんですけども、でもでもすぐにすいません、配信するにしてもそもそもの その機材とかいろいろな初期費用ですとか、あと、まあ、いろんな人件費もかかると思うので、そういったこともご支援すべきじゃないかっていうことを今は大変言っておりますし、ライブハウスの経営自体の家賃固定費についても個別にそういった業界に対しての保証すべきじゃないかっていうことは、うん、一生懸命言っているところではあります。はい、実際例えばその配信、先ほど言ってたその、はい、原版権と、はい、著作隣接権の問題ですけど、はい、これはいわゆる地上波の放送とは、はい、ルールが違うんですよね。はい、でインターネットでの放送っていうのは、うん、基本原版 の, 使用は包括契約っていうのは認められてないんですよ。でこれはレコード協会がやってるものなんですけれども、地上波に関しては包括契約っていうのがあるんで、それこそブランケットですよね。ブランケット契約ですよね。はい、はい、まるっと例えば、大体、うん、ジャスラックさんもそうですけども、そうですね、はい、収入の何パーセントを
っていうのでやれるんですけども、はい、インターネットに関しては民放は全てジャスラックとかとこうブランケットですか、はい、そもそも大きく年間で契約して、ジャスラックとレコード協会で、うん、ジャスラックが著作権で、レコード協会が原版権なんですね、はい、で、ジャスラックはインターネットも OK にしてるんですよ、うん、公開してやってくれるんですけども、うん、レコード協会に関してはないんですよ、こっちですよね、はい、で、今それがないことによって、例えば、うん、まず DJ が誰かの音楽をネットでかけることの段階で、うん、例えば、YouTube ですとか、まあ、それなりに大きいところだったら JASRAC に関するいわゆる著作権のクリアはしてくれるんですね。なんだけども、うん、現場のクリアはされてないんです。だからこれはレコード会社、レコード協会側から言わせると本当は全部真っ黒なんです。そう実は。で、これがまだ DJ っていう段階で考えたら、確かに DJ は他の人の曲をかけて、それでお前お金取ってんだから、じゃあお金払えよお前っていう、なんとなくそういう考え方もあるのはわかります。でもこれが実は、例えば我々、ヒップホップとかレゲエとか、うんうん、いわゆるバックミュージックを DJ が後ろでインストルメンタル流して、前で歌う、うんうん、まあ R&B シンガーとかでもいるじゃないですか、うんうん。そういうのっていうのは、後ろで流してるインストルメンタルは原版なんですよ。うん、なるほど。だからつまりそれはレコード曲を作るときに、うん、いわゆるカラオケ状態でボーカルを抜いたもので、うん、それを作るって、うん、お金を払ったのでレコード会社なんで、うん、現場はレコード会社が持っていたり、まあそれはまあ現場半々でやることもありますけど、基本はそこが誰どこが現場を持っているわけです、うん、で、そうすると我々がそのインストを使ってインターネットでライブをやることは基本、うん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 、それ質だもん。だから我々は現場権と、はい、原版権の話をしたら原版権のもネックがあるっていうこと、はい、そうなんです。でこれに関しては本当になかなかもうどうにも難しくて、うん、僕も一回レコード協会の副会長の方とかにもご相談しに行ったことがあったんですけれども、うん、まあ今だんだん変わってきてると、世の中も変わってきてるし、そういうふうになるべきだから、もちろんこれは前向きに検討させていただきますという、うん、お話はいただいたのが4年前ぐらいなんですけど、4年、はい、まだそこからまだ変わってない。ただこれは本当難しいんですよね。結局、うん、例えばじゃあ原版権をじゃあ全て OK にしようと、うん、例えばなるとしますよね、うん、例えば YouTube なんかで今あるのは著作権に関してとか、まあ、原版も例えば、OK にしてるものがあるんですよ。あれは何かというと、レコード会社側がこの曲は OK だよって言ったものに関してはかかると、それに対して収入がもし起きた場合はその現場の方に収入が行く、うんうん、著作権の方に収入が行くというようなシステムがあるんで、それはいいんですけれども、結局全てを OK にしてしまうと何が起きるかというと、例えば YouTube 上に、CM 動画みたいなのを載せる、でその後ろに BGM にいつの間にか僕の曲が使われてる、うん、でもその CM 詐欺だったよ、うん、みたいなことが一律でお金払えばいいってことになっちゃうのは、まあ確かに問題だと思うんです。だからそういう権利を守る、もちろんレコード協会というのはもうものすごく正しいことをしていて、なんですけれども、それがある以上は今やってるそういう DJ の配信とかがグレーになってしまうというか、ブラックになってしまう。これはもうどっかでやっぱり折り合いをつけなきゃいけないなと僕は思ってて、これやっぱりそれでね、実際配信してる途中に止まっちゃったりするんだよね。せっかくいいアーティストとかが、うん、まあ、その自分のパッドはまあインスピレーションで違う人の曲を入れながら自分の曲をなんかミックスしようと思う、うん、だけどどっかでそれが探知されてバーンってもう配信自体が、いやこれ どんなファシズムなんだみたいな世界になっちゃってる。でこれは、まあ、さっき言ったみたいな表現で言うと、お互いにすごく不幸なことが起きていて、なんかうまく配線すれば、僕らだってお金は全然払いたくないって言ってるわけでもないし、そうなんですよ、ね、お客契約やらせてもらったら別に払うわけでもない。そうなんです。でもそれがないっていう、うん、これも重要ですね、やっぱね。まあネットのない時代の法律だったんでね、うん、やっぱり先駆けの著作権法も何もね、本当古い法律ですね、本当にいいですね、はい、でアメリカもすでにね、そこの原版権に関しては報奨請求権というものを見出して、それでまあ包括だったり個別での対応していたり、あと今音楽は全ての曲はISRC という、まあ、個別の番号を有しているので、本来はオートマチックにできるはずなんですよね、うん、そうなんです、ね、なるほど。だからそういうものを、まあ、予想見習いじゃないですけれど、音楽も、うん、
ものすごくやっぱり、まあ、CD レコードというメディアが落ちてきてしまって、うん、さあライブだという時にまたこういうことが起きてと言ったら、うん、やはりそういうこと確実にみんなも使いたい、それで配信したい、流したい、だったらそれをなんとか報奨請求権のような日本的なやり方で売り上げにして、それぞれ音楽業界もアーティストにも個別に行くような形というのは、ちょっと細かい話になってしまいますが、できたらいいなとはちょっと個人的に思ってます。そうしてくれると、もう明らかにもう配信は、これコロナがもし過ぎても、配信は相当な割合で配信が、まあ、厚く僕らの表現の一つのジャンルになっていくので、そこの枷になってしまうんですよね、この問題が。なので今、ジブラがその問題を出したんだと思うんだけど。はいね、はい、いろんな形でちょっとね、追いやられてる。皆さん、ちょっといろいろ質問が来てるよね。はい、来てるね。コメントの方でもね。まあ、そうですね、その今の配信に関しては弁護士の方と話すと、うん、やっぱり法律を変えるか新しいその原版包括契約みたいなことを提案して、その例えば半年間そのビジネスモデルでやってみて、原版権者の方に適切にその分配がいくようなことで、うん、原版権者の方々がこれだったらいいかもねっていう風にして半年後に解放するパターンっていうのが一番最短だっていうことなんですけど、うん、なるほど。法律を変えるとなるとやっぱり2年3年4年とかかかってしまうっていうことが現実的に今の状況を救えないというので、法律を変えるというよりはそういう風に新しいビジネスモデルとして提案するのはどうかっていう話になっていて、うん、草さんこのあたりの原版権の話とか著作隣接権で配信がこういう問題があるっていうのって、例えばその都議の方とか議員の方って結構どれぐらい把握されているものなんでしょう？これは多分ですね、ほとんど把握してないと思います。無観客配信のやつ、さっき入江さんからお話ありましたけど、そこに対してお金をつけようという発想まではいくんだけれども、うん、そこにどんなハードルがあるのかまで、今私も初めて聞いた言葉というか、うん、問題ばっかりですし、はい、でおっしゃる通りで法律を変えるところまでいくと本当に2年3年ってかかっちゃうので、うん、それよりもやっぱりビジネスモデルでどう解決していくのかっていう方に行きつつで、東京都としては、無観客配信っていうのをこう推奨したわけですよね、うん、推奨というか、はい、やってくださいと、ぜひやってこれで乗り越えましょうって言ってるわけだから、じゃあそこでどういう法的な問題があるのっていうことを整理をして、各業界団体、そこの中のステークホルダーたちをきちんと調整をする役目っていうのを東京都が果たすべきだっていうのは、ね、やっぱり言っていくべきなんじゃないかなっていうのは思います。それ素晴らしい。そこのポジションをすごいやっぱりやっていただけると、例えばその、ね、先ほどから言ってるように、何かその例えばじゃあ、今例えばなんですけど、アベマ TV あるじゃないですか、うん、あれもやっぱりインターネットなんで、うん、もちろんそういう、その現場の問題がついてくるんですね、うん、でもあそこってアベマミックスって DJ 番組があって、うん、それに関しては、ユニバーサルさんと、直接、ユニバーサルミュージックさんと直接契約を、包括契約をしてると、うん、だからユニバーサルの音源は OK だよみたいな感じなんですけれども、うん、まあやっぱり他の音源かけられないみたいな、そういうことがあるんで、うん、まあもちろんどういうことかというと、結局レコード会社と一つ一つともちろん枯渇を組むことはできるんですよね。ただそれってじゃあ、うん、メジャーレコード会社だけじゃないわけで、そうね、インディーとか言い出したら何千もあるわけじゃないですか、レーベルが。そこと一つ一つ包括契約ができないんで、一生かかる。結局レコード協会さんが何かそのやり方を考えてくれるしかないなと僕は思うんですよ。うんで、そこを例えば、なり、国からちょっとなんかそういうことをやり方考えたりとかできないのかっていうリクエストとかいうか、その何かツンツンっていうのはしていただけたら嬉しいなとは思います。なんですけど、ごめんなさい、なるほど、不勉強で大変申し訳ないんですけど、はい、その原版権の今言ってたようなこうアーティスト側からのお話だったり、使う人側のお話と、あとはそのレコード協会側から見たときに、はい、レコード業界側から見るとその不利益っていうのが、うん、どういう不利益が出てくるんだろう。要は役所の人たちっていろんなステークホルダーが同時に見えている中でいうと、うん、こっちが反対してる、こっちは賛成してる、あでもこっちはちょっと声が小さいなとか、そういういろんなバランスを見ながらやってるところがあって、うん、どっちもウィンウィンになるようなものが提案できていくと、うん、彼ら動きが早くなるんですよね。なるほど、ね、今の段階でどういう結構意識してやっているもんで、いい面も悪い面も全部知りたいなっていうのが今、話聞いて
今とりあえず言われてる話として、やはりまあもちろんこの、インターネットでの現場使用をどうするかって話はもう結構前からまあもちろん始まっ10年ぐらい前から始まってると思うんですけども、その当時やっぱり問題とされていたのはネットだとなんか音質が悪くなんじゃないのっていうやっぱり大人の方々、アナログでやられていたもうものすごいもうなんていうんですか大御所の方々そういう人たちがやっぱり納得しないっていうのが10年前15年前はあったっぽいです。ただそれはもう今絶対もう皆さんの生活形態も変わって様式も変わっても皆さん一人一人スマホ持ってる状態の中でもう一回そういうことを一度考え直すべきだと思うんですよね。でこれまあ現場の問題って何かっていうと結局その現場と著作権の違いって著作権はカバー曲でもその作った人に行く、うん、結局作詞作曲が誰かで原版権ってのはそれをレコーディングしたその実際の CD の曲とか、これはこれの権利っていう話だったりするもんで、やはりどうしてもその例えばタイアップ、うん、CM のタイアップみたいなものまでがちょっと下手すると揺らいでしまう可能性がありますよね。例えばさっきも言ったように YouTube でじゃあ僕がなんか新しい何かを作りました。これ、売り出します。その CM にじゃあミスチルの曲をかけましたみたいになった時に、ちょっと待てよ、CM ミスチルタイアップしたらこんだけでこれだけのビジネスにはできるんだよとかっていうことになっちゃうと、あれだし、例えばそこにイメージがついてしまうとか、さっきちょっと僕言ったんですけど、それやったのが実は知らなかったけど、後で見てみたら詐欺だったとか、悪い会社だった。悪い会社だったとか。まあそういうことをまあレコード協会としてはまあなんとか防がなきゃいけないからっていうのはもちろんでかいと思うんですね。それもすごく大切大切なことなんで、ただそれと例えば DJ がプロモーションに曲のプロモーションにもなるように、DJ が曲をかけるのと全く異質なものだったりすると思うんで、そういうことの何かこうですよね。おっしゃる話聞いて すごくなんかやっぱり今って望むと望まざるとに関わらずもう配信しかできない状態になってるじゃないですか、今までだったらそうじゃん、いろんな選択肢がある中でいやこっちだよねってやってたんだろうけど、もう今までやってきたことがもう難しいで、それは無理やりやることはできるけど、結果さっき言ったようにクラスターが出たりしたら、結果責任を取らなきゃいけないっていう状況になることだから、進むべき道ってもう1個しかなくなっちゃってるわけで、その時にここに進むしかないんだから、じゃあ何をクリアすればいいんだろうねってやっぱりみんなで知恵出していかなきゃいけないんだなっていうのは今改めて思ったんですよね、はい、でそれが今までだともしかしたらその強い声の人弱い声の人がもしかしたらいたのかもしれないんですけども、強い弱いももうなくなっちゃった世界に今なってるわけじゃないですか、なくなっちゃった今だからこそそこって一生懸命話さなきゃいけないし、まあ、それこそ今日は都議会も3人いるわけだから、その都庁 その担当者がどこだか分かんないけど、そこにまた皆さんを例えばお連れして一緒にディスカッションして、何が問題なんだ、じゃあこれは誰に言ったらいいんだとかっていうのをなんか整理する時間なんかも改めて時間取りたいなって今お話してて思いました。あ、よかったです、はい、よろしくお願いします。ありがたい、ありがたい。奥沢さん、それ約束、約束ですよ。今の奥沢さんの話で言うと、その配信をするときにあたって、まあ、一番大きな、ジブラさんの今の話のように、現場権の話、大きなテーマだと思うんですが、僕が今、役人とかいろんな人たちに言ってるのは、アーティストの皆さん方に一律いくらってお金を給付するというのは、これ一時的なものであって、本来はどうやって活動をしていけるか、本当の意味での活動の中でお金が入ってくるようにするかのルールを作るのが我々の仕事だって言ってるんですね。だからそれはそれぞれの業態によっても違うし、アーティストもそれ音楽のジャンルによってもやり方みんな違うと思うんですけど、原版権以外に例えばライブ配信するにあたって他の課題、まあ、僕なんか聞いてるのは、いや例えば下北中で対バンやってる子たちは家が狭いんでどうやっても家から配信できませんとか、音弾いたらアパートで隣に響いちゃうんで、そこをカラオケで、自分たち一人だけで使うので、カラオケボックスもそういうのだけは解除してくれみたいな話をずっと聞いてきたんですけど、どんな課題が他にあるのかなっていうのをぜひこれを機会に教えてほしいなと、なるほど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 。なんか例えば下北沢で言うと本田劇場が6月中はそこから無観客配信をして舞台とか
のスタンダップコメディを届ける予定でいて、まあ、それにももちろん BGM とか効果音が、まあ、じゃあ使いたいんだよっていうところがあって、うん、じゃあ7月からはあのお客さんを入れて一応やっていくらしいんですね、毎日。でもそれにしてもそれソーシャルディスタンス取ったらいつもの収益の半分や4分の1しかあの売り上げがない中でってなると、配信のマネタイズってやっぱりどうしてもあの重要なものになるとなると、うん、ナイトクラブも同じ問題で、これ例えばもうただのざっくりですけど、アーカイブなしで生のライブのみだけそれが許可されるみたいなことってできないんですかね。あの CM みたいにアーカイブとかずっと回ってるものは認められなくて、一発のライブ配信だけ OK になるって言ったら、どうなんだろう。それは可能性僕もあるんじゃないかなとは思って、一時的にそれもちょっと言いたいところですね。一時的に緩和するみたいな話ですよね。そうするとそうですね。そうですね。それで言うと全然業種は全く別なんですけど、あのお酒の販売、酒類の法律が今一時的に変わってるんですよね。確かに。その提供、お店で提供する、あの居酒屋さんとかでお酒提供してますけど、あれあの人たちってお酒を売りに行っちゃいけないっていう法律なんだけど、今はそれがすごく簡易で、居酒屋もお酒売りに行っていいですよと、っていう的な措置が取られてるんですけど、そういうのを国に対して今だけ、その緩和をしてくれないかっていうロビングをかけるのは、なるほど、一つの規制として、で特にあの例えば特効薬みたいなのができてですね、元に戻せる、もう出るまではやらせてくれと、でそれがないと潰れちゃうよっていう話で、うん、やっぱりあの交渉していくっていうのは非常に重要なアクションなんじゃないかなっていうのは思いますよね。確かに。やっぱり永久的にって言われたら、やっぱり向こうだって慎重にならざるを得ない、2年じゃ考えるけど、やっぱり今をなんとか乗り切るために今だけ許してくれっていう話だと、やっぱりすごくスピード感を持ってやってくれる可能性あるんじゃないかなって思います。そうね、だからこれだけテイクアウトが、ね、広まってるんですもんね。いろいろ緩くしてくれてるんですもんね。はい、ある意味あのテイクアウトもあの、ね、保険衛生上大丈夫なのかっていう話もあるんだけど、ね、それより今はね、触れちゃうから、うん、そこは見逃そうみたいな部分も私が言っちゃいけないかもしれないけど、ね、うん、でも確かにそれで僕らは今やってますよね。で素晴らしいと、それ自体は素晴らしいと思う。そういうあの英断をしてもらえるようなあの話っていうのをやっぱり数を集めてですね、でしかも建設的に届けていくっていうことは、うん、やっていった方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、はい、ね、震災時にですね、あのジャスラックさんの方が、うん、まあこれは著作権者の方の、まあ、確認というか申し出があった曲に関してなんですけれど、この震災後 の、まあ、その今日本を癒すために使われる音楽については著作権料を取らないという期間を設けた曲がかなりあるんですよ。で普段はそういった、ね、たくさんの一の皆さんで支えられて、まあ、なんとか生きている権利、音楽のエンターテインメントの権利なので、やはりこういう、まあ、未曾有の災害の時には一時そういった権利放棄というとちょっと大げさですけど、ある一定限のルールの下で希望するアーティストたち、希望するメーカーの方たちのものはそういった一時的な権利の緩和は認められると嬉しいなと思いますけどね。うんうん、そうですね、その一時的っていう、まあまあ、まさに本当に今はもうこの窮地なんで、それ用にということであるのであれば、もうそれが一番早いと思います。うん、先ほどそれこそ ね、2、3年かけて法律変えるなんて話やってる場合じゃないじゃないですか、今は。うん、そうそうそう、その通り、そうですよね。で、並行してですね、僕、多分まあ、うん、コロナ後ということはもちろんないと思ってますんで、この後どんな形で残ったものとしても、ライブハウスにしろ、多分観客はあんなにぎゅうぎゅう詰めにそう簡単に何年もできないだろうし、だったらやっぱり生、観客を一定限の人数を絞った中で入れて、さらに配信という段階が結構長く続くんじゃないかと思うんですよ。そうした中でやっぱり じわじわやっぱり古いインターネットがなかった頃の法律をなんとか現代の適法に合わせていくという努力は並行して続けないと、やはり行き詰まってしまいますね。うん、本当ね。あのこれ考え方をですね、あのまた今の時代にあのマッチングさせていくっていう意味では、これ例えばですね、路上ライブをやってだん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 上に上がっていったアーティストもいっぱいいるわけですね。でそこに近くなると思うんですよ、まあ、これショールームなんかでも投げ銭文化があったりとかするので、そうやって育てていくと、僕は政治家の立場で言うとそれも一緒で、あんまりこうコロナの時代になると表出てですね、喋って握手してなんてことがまずできないので、
こうやってネット配信をすることによって、今ではこう駅で立って辻立ちで喋るのが政策を聞いてもらう場面でしたけど、ネットを使ってって僕ら周りの政治家にも言ってるので、これと同じ現状がアーティストの皆さんにもあるんですよっていう働きかけは僕ら分かりやすく、その部分を作る人たちにやりやすいなと思いますけど、ね、なるほど、それは僕らも分かりやすいです、それは。ありがとうございます。確かに同じだってことですね。そう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 、あの レコード協会さんへの働きかけについてはすごく、はい、あの議員の立場としても応援できるものがいっぱいいるんじゃないかなと思っております、うん、やっぱり原版権の使用の問題はアーティストの皆様と、まあ、レコード協会との、まあ、お話し合いのところも膝詰めっていうところもあるかと思いますので、うん、あの改めてまたご要望等いただければ、はい、あのこのオンライン文化をどんどん進めるためにっていう観点で、うん、はい、あのご協力させていただきたいとはすごく思います。うん、ありがたいです。ありがとうございます。まあ、そんなことでちょっと時間も迫ってきましたので、ちょっと、はい、ショールームの方にいくつか見てくださってる方からコメントが来てますので、うん、ちょっと抜粋なんですけど紹介して、答えられるものには答えて言っていただきたいと思います。音放送さんから、地域内でやはりライブハウスやクラブ業界の団体は必要なんじゃないでしょうかと、そういう質問が来てるんですが、これ地域内となると、例えば都とかより、例えば区とか、もっとこう小さなコミュニティっていう単位になるような気もしてまして、そうなると南雲さん、この区に働きかけるやり方とかって何かあるんですかね、うん、区でこういうことやりたいとかっていう声を上げたいっていう人がいた場合、どこにどうすればいいのかとか。私が今アートと政治に対するロビング考える上で参考になると思っているのはスポーツなんですけど、うん、スポーツだとこう各板橋区体育協会とか、その各地域ごとにやっぱ協会っていうのがあって、でその人たちがこう例えば新年会とかそういうところに政治家の方たくさん呼んだり、なんかそういう日頃のコミュニケーションっていうのが各地域地域であった上で、東京都であったり国に積み上げられてるっていう状況だと思うんですね。なのでそういう地域ごとにっていうのができればもちろんいいと思うんですけど、ただなんかそのやっぱりアーティストとか、プレイヤーの人とか文化に関わる人がこう群れるっていうか、そのグループを作るっていうことがあんまり得意じゃないのかなと思うので、なんかまずはこうすごく大きな枠組みでこう一つミッションとして何をやろうっていう、何かこう今回だったらその今の原版権を何か取り替え、こう緩和するっていうようなこうミッションごとにやっていくみたいに少し緩く始めてみてでいいのかなっていう気もします。なんかそれこそ僕ナイトメイヤー、夜の市長、うん、計画を結構、まあ、僕も初めの頃結構推してたんでいろいろ動いてたんですけども、うん、当時にやっぱり一つ出た話としては、そのそれこそその区によって全然夜が違うよねって感じで、渋谷区と多分世田谷区は違うし、板橋区も違うしっていう話がやっぱ出たんですよね。だから初めはヨーロッパの他の町に習って東京のナイトメイヤーを作ろうなんて言ってたんですけれども、やっぱり話してるうちに、まあ夜が違いすぎるから、これはまあ渋谷のナイトメイヤーとかどこのナイトメイヤーっていうふうに、まあもう分かれてくるよねみたいな話が出て、でそこでいくと、例えばスポーツは多分全部の区にあるんですよ。なるほど、なるほど。でも我々みたいなことっていうのは全ての区にはないから、それがレギュレーションみたいになりづらい、どうしても、だからそのそういう夜が盛り上がってるとこだったり、文化が盛り上がってるっていう町だったり区だったりとかっていうところが特別に動いてもらえないとダメなんですよね。だから、僕も今渋谷区の観光大使やってるのは、まあ、渋谷は本当にそういうのが多いんで、もう完全にそういうことに対して前向きにやってくれてるんですけれども、例えば同じような感じでも、どうですかね、渋谷区と港区とかだと少し方針が違いますよね。はい、多分港区はどちらかというとやっぱり富裕層の方々の住宅もやっぱりものすごく多いですし、なんかいろん外から人がいっぱい入ってきてお金を落としてもらうという感覚でいくと、どちらかというと六本木ヒルズとか、
そういうところになっていて、あまりその繁華街にをすごい盛り上げるというよりも逆に、治安を守ろうとか、そっちの方が多分六本木は強いなと僕はいろいろ商店会の方々とも話させていただいて感じたんですけれども、やっぱりすごく違うんですよね、そもそもが。今のジブラさんの指摘って、この世界と比べるってナイトメアの話したんです、うん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 、されたんですけど、東京って特殊なんですよ、世界の中で。うんうん、東京都の中に繁華街がいっぱいあるんです。うんうん、例えばこれ全国で見ても、例えば大阪にしたって北と南で2つぐらいで、うんうん、東京に行くとその新宿、歌舞伎町があって、六本木があって、それ渋谷があった、銀座があった、なんだって言って、こんなに一つのシティに繁華街がいっぱいあるとこって世界中でもないんですね。だからルールを作ろうとしたときに非常に困るんですよ。で、それぞれの立場の人たちがみんな違うことを言ってます。で、今渋谷区と港区の例を出すと、港区はこれから家賃補助を大家さんに対してやっていこうと、家賃交渉してくれた大家さんに対してはお金で解決しようと言って区長が決めてるけれども、まだ長谷部区長はそこまで行ってないわけですよ。で、だからそういうようなその全体像とかも考えながら行くと、結構今ジブラさんに言ってた通りで結構難しいんですが、ですが、ただいずれにしてもそのお店がクラブハウス、ライブハウスなんかがこうやって集中してるとこってある程度地域性固まってるので、うんうん、同じような人たちがまとまってですね、それぞれの区に対して区のルールである程度作ってくださいとか、で保健所は区にありますから、うん、保健所に対してこんなんで飲食もあるし感染症対策もこうだからうちはどうっていう働きかけをしてある程度その区に作る必要はないと思いますけどね、今の段階では、うん、さっきのその質問来た方っていうのは、他の地方の方でした。ね、地域がちょっとですね、わからないんですよね、うん、なんか僕はその可能性もあるような気がするんですよ、うん、で、これって本当に東京がまあ、リードしていくべきものだなと僕は思うんで、それこそ例えばじゃあその他の県だったり他の県の中の市だったりなんとかっていうところが同じように手を挙げやすいような状況を我々からこううまくプロバイドできるというか、うん、そのいいあれを見せていくというか、うんうん、ことができたらいいなっていうのが思いますよね、うんうん、ありがとうございます。ちょっと続きますね。琴美さんからです。ライブハウスやクラブ客の選挙投票率を上げるための何か工夫があるといいと思うのですがと、ぼんやり思いますと、うん、このあたりいかがですかね。特に、まあ、ジブラさん川松さんあたりにちょっと伺いたいところではあります。はい、どうですか。まあ、選挙投票率を上げようみたいなことって、まあ、例えば我々みたいな、カルチャーすごく意識してるミュージシャンたちはものすごく言ってますよね。うん、言ってる。Twitter だったり SNS で、うん、言ってる。ただそれでもまだ相変わらず変わってこないのは何なんだろうなと僕も本当に思います、うん、正直。うんうん、でも実際にやっぱり こういうふうに今僕らがやってることはとても大きなことで、うん、まあ、さっき ロビングの話もしましたけれども、うん、じゃあ政治家の人とあるいは役人の人こういうふうに本当は来てくれたら一番いいんだけれども、僕らが話せるんだよと、話したら何か方策を、うん、じゃあこういうアイデアもあるかもって言える世界なんだよっていうことが分かるだけで随分と違うと思う。やっぱり1票は1票なんだって終わっちゃってると思うんですよ、うん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 、そこはやっぱりね、僕らもまあ実際表現者と側からは怠けちゃったかなっていうのもあるけれど、だからこうやって方法っていうものが大きく、まあ、これもまさに通信がしてくれたすごいことなんだけれども、うん、これがその変わることに一つでもね寄与してくれるんだったら、やっぱみんなもちゃんと意見も言いましょう。その代わりちゃんとやるだけのことはやりましょう、で税金払いましょう、そういうことでしょうね。とても反発。セコさん、MDL、恒久的にこういうやつやったらどうですか？あー、なるほどな。あー、うん、そかそか。アーティストとか、と政治家の方々が直接喋る喋り場みたいなものを、うん、ある程度こう、まあ、2週間に1回とか1月に1回とかわかんないですけど、で、今回はこれについてこんな人たち集まって話してますとか、やっぱそういうところが少なさすぎるんじゃないですか。確かにそれは言える、うん、要するに民間に国会を作るってことだね。
そういうことです。ああ、いいですね。まあ、MDR はもちろんね、あのラブハウスが少しでも動き出したら、僕らそれでもうみんなに渡そうと思って、まあ、それまで頑張ろうと思ってるけど、確かにジブラが言う通り、一つのまあ別な形として、こういうスペースが、お互いにアイディアが言えるスペース、世の中を良くするためのなんかスペース、楽しくするためのスペースっていうものがあることは、日本にとってすごい大事なことだと思うから、ですよね。ね、自由にもしやらせていただけるんだったら、もうやりましょう、やりましょう。だってショールームにコメント書いたら陳情できちゃうんですよ。すごい時代だよね、言うと考えたら。いや、でもね、僕あの、ツイッターで言いたかったんですけど、世の中変わったのはあれ、ちょっと驚きましたよ。そうだよね、この間ね、ついこの間だってね、そういうことあったわけだから、うん、まあでもこういうふうに話して、でも今例えばみんなもね、その、さっきの著作権の問題でもね、じゃあ原版権をなんで守ってるかって言って、アーティストを守ろうとしてこうなったことなわけじゃない。そうなんですよ。そのやっぱり最初のことが分かんないと原版権を持ってる人間だけが悪いみたいに思われちゃうんで、その人たちが固くなになっちゃうんだよね。そうですね。でも今みたいな、さっきみたいなジブラとか、それからもう議員の皆さんのああいう冷静な法律的な意見っていうのがあって、初めてお互いの立場っていうのがあって、じゃあこうすればいいんじゃないっていうのが誰かから出てくるっていうのは最高ですよね、うん、それは。そうですね。うん、続いていったって、もちろん、あの投票率上がるって話、そうなんです。あの、分かり、これね、めちゃくちゃ反発を受けるかもしれませんけど、うん、80代や70代の人たちが投票率高くて、その人たちが生んだ政治家がルール作ってるんだから、うん、皆さん方の声が現状届いてるはずがないんですよ。うん、だから皆さん方が一票投票する選挙に行けば必ず変わるんです。そうですよね。何かが変わるんです。そうだそうそうそうだ。そういう発信をぜひどん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 出していっていただければいいんじゃないかなって思って、うん、僕らもそうやってどんどん声かけてるんですけどね。で、無関係な人が多すぎたんで、いやこうやって関係性、少なくともこうやって今日初めて政治家の話聞いてる方もいると思いますよ。絶対いますよ。そうですね。松さんね、あれですもんね、松さん、あの、うん、パーティーとか行くと、うん、もう本当に皆さんご高齢の方ばっかりですよね。僕たちもたまにね、ちょっとお金持って行ったりするんですよ。間違いないですよ。なんですけども、本当にびっくりするぐらいご高齢ですよ。元気です。はい、元気です。もう話の内容は我々の方には降りてこないですよ、あれじゃ。しょうがないです。うん、だから変えましょう、ここから。いや、諦めててもしょうがないので、どん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 巻き込んでいって、そうだ、今からやっていくようにして。ぜひ、伊藤キャプテン、レギュラー化っていうことですからね。わかりました、もう。だって僕がこれ一銭もかかんないからね、正直。こんな逆に言ったらこんな透明なものも、利権の関係ないものも実はないんですよ。そうそう、ここで一銭もかかないから。間違いない。うん、ぜひレコード協会の方とかジャスラックとかそうですよね、ね、そうですね、飛んでいただいて、ね、あのみんなの見てるところでのこういうのがあると本当に、うん、確かに透明性が高いと思いますし、ね、透明性ですよね。そうですね、やっぱりそれぞれの立場で の、 あのご発言あると思うんで、それを一人でも多くの方に見ていただいてっていうこと大事かな。うん、川松さん、幹事長やっていただいてよろしいですか、はい、この国に小さな国会の幹事長よろしくお願いします。私でよければ民の国家、ね、よろしくお願いします。これまだまだテーマは足りないと思うんで、ぜひちょっと僕らは、うん、まあ、得意なのはこういったエンターテインメントのことだけなんですけど、それは全部本当に国ということのやっぱり財産だと僕は思っていて、うん、子供たち孫たちにこの日本の中で渡せるのはやっぱりその人大きな一つはやっぱりこういったエンターテインメントだと信じてますので、そう言って子供たち孫たちにも自信を持って、もしこういうエンターテインメントに就きたいと思ったに子供たちに、あ、ジブラおめでとう、ね、そうだ、そうそう、孫といえばジブラちゃんだ。本当に、ね、その子のためにもそういうことでやりたいですよ。じゃあぜひちょっと皆さん、あの時間はつきませんがちょっとレギュラー化ということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはだから僕ら関係団体から少し、まあ、ちゃんときちんとなるべく早く出すってことですよね。さっきね、そうですね、そうですね、はい、あのガイドラインについては、はい、ガイドライン、はい、その辺はなずさんお願いします。
わかりました。はい。いや、これはだって今見てる、見てるこの我々の国会の有権者たちに約束してることに なるわけだから、確かに。いい加減にしたら、この連中がわーわー、変な格好でみんな集まってるけども、わーわー怒ることになっちゃうから、頑張りますんで、よろしくお願いします。いや、もう、いや、もうコメントの方で、川松幹事長、頑張ってくださいって書いてありますからね。必ず、テーマを決めて、今日はこのことって言っても、一点のテーマでみんなで議論していったらいいんですよ。そうしましょう。わかりやすい、わかりやすい。もう、我々は。それとね、いいですか。どうぞ。僕が、その、ちょっと最初にパリピが地球を救うって、それで止まっちゃってるので、あれだけだとただの変な人になっちゃうんですけど。確かに。今なってるよ。言いたいのはですね、世の中暗いんですよ、日本。確かにみんな暗いので話すると後ろ向きなことやるし、テレビのニュースはなんかもう人のマイナスなことばっかりやってるんで、僕はそれをなくしたいと。それで、クラブとかで飲んで盛り上がってる人たちってみんな陽気だしプラス思考なんで、みんながプラス思考で行けば日本は良くなると。それで夜クラブに飲みに行く人たちお金ないと飲みに行けないので、プラス思考でお金持ちが増えれば日本は良くなるって意味で僕はパリピア地球を救うって言ってるんですね。なるほどなるほど。じゃあ元気がってことなんだね。元気が日本を救うってことなんだね。はい、まあでもパリピっていうふうにしか俺も覚えてないから。川松さんの顔見たらあパリピって言っちゃう。いやもう本当に。じゃあちょっとみんなちょっとじゃああちらの方は配信は一度切ってここでじゃあちょっとね反省会として次回の議題を決めてちょっとレギュラー化ぜひ報告できるって感じでいいですかね皆さん。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、じゃあ、見ていた、もう、840何名の皆さん見ていただきましたね。その皆さんは、じゃあ、一旦ここでお別れということで。はい、失礼します。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。